はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ご写真、から始まっておりますけどね、オープニングちょっとね、出たらなくなっておる思わやっておりますけどもね、視聴者様がね、走りに来ていただいて、一緒にね動画を撮っていただきました。こんだけの車ね、かなりの台数、5台ですかね、私も含めて5台でね一緒に走ってみました。本当はね、あの6台7台一緒に走れたんですけどね、ちょっと立つ場所の関係でねショートコースでのね、立つ場所の関係で、まあ5台で、一緒に走っていただきました。走っていただいたマシンね、タミヤ模型のトップホースですね、白いマシン。そして、私ね、動画の中でロッシーロッシーって言ってるんですね。これ、ね、あのロッシーじゃなくて、ね、X レイでしたね。はい、X レイのね、オフロードマシン。X レイなんか、噂というかね、私聞いた話によると、なんか戦闘機とかを作ってるメーカーのところが、ラジコンを作り出したということでね、ちょっと前って、だいぶ前ですけどね、ラジコンを作られて、すごく頑丈で、すごく精度が高い、すごくいいマシンだと。これね、私もね、そのうち買おうかなと思ってるんですけどね、その X レイのオフロードマシン、そして、ヨコモの、SF2 ですかね、なんかよくわかんないですけど、そのなんか SF っていうやつって言ってましたねちょっとね、最近冷静オラジコンあまりねやっておりませんので、わかりませんけど、なんかそんなことで、ね、そして、視聴者様が購入いただいたね、シルワークスコンバージョン、四輪独立コンバージョンですね、のグロソッパー2ですね、はい、それと私の今発売ね、つい先日開始しましたグロソッパースポーツコンバージョンね、はい、の5台でね走っておりますね。早速ね、バトルって書いてますけどね、なかなかバトルっぽいかな、どうかなみたいな感じですけどね、まあゆっくり、楽しくね、お仲間とね、一緒に来ていただいたね、先ほどの方のお仲間と一緒に走ってますけどね、はい、グラスホッパー2ノーマルがね、何だったっけ、ロッシーとか横も SF でしたっけはい、今このオレンジと白と紺のマシンは何ですかね。ヨコモって書いてるんでね、ヨコモの SF2 なのか、1なのかわかんないですけどね。はい。これね、いい感じで、グラソッパー2走っておりますけど、大丈夫か皆さん。はい。動画残ってますよ。ちょっと待っておきましょうか。はい。はい、トップホース来ましたね。トップホースね。私もね、エボリューションね、手に入れて、走ってますけど、動画あるんで見ていただけるいいですかね。ちなみにね、私のは変わらずノーマルモードでございますのでね、皆さん頑張っていただきたいです。
ますけど、はい、そしてね、4読、グラスオッパー2ね、グリーン、キャンディグリーンかな、キャンディグリーンボディね、はい、ちょっとね、コースに慣れてないかな、はい、あたりが直そうとしたところをね、はい、傾斜サービスしようかなと思ったらね、うちのドレーさんが直してくれましたけどね。こうやってね、皆さんで走るとね、まあ、早いだ遅いだって言いながらね、楽しく走れますのでね、ラジコンもしね、今ちょっと休止中だよっていう方ね、ぜひね、また始めてみてはいかがでしょうか。楽しく走れますので、そしてね、うちのコースだと走っていただいたらね、よろしければね、私だと一緒に走りますのでね、はい、当たり直してください、はい、直そこ取っておいてください、はい、はい、こうやってね、当たりもいればこうやってマーシャルのお手伝いしてくれますのでね。まあ楽しいですね、こんだけの台数で走るとかなり楽しいですね、はい、いつもはね、ほぼほぼ一人で走っておりますのでね。あたりのマーシャルスタート帰れないみたいなね。あっておりますけどね。はい、これね、ちょっとこれでいいか。あ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じでね、こけて直してもらったらね、ありがとうございます。皆さん言ってますけどね。あ、こうやって言うとね、やっぱり仲良くなれたりとかね、しますのでね。楽しい遊びですので、皆さんも、ぜひ。やってる方もね、今走ってるマシンね、旧車であったり、私のこのグラフォ2であったりね、いろいろなマシン走っております。このトップホースもそうですね。はい、ちょっと、避けたら間に挟まりましたね。はい、ね、白の、ボディに黄色のウィンドウ、多分ロッシーって言ってましたんでね、ロッシーのエンドルビーマシンと、かなりね、はい、いい感じのマシンでございますね。コーナリングで追いつくのは、ロッシーのマシンが悪いんではなく、グラスオッパー2が高性能すぎるということにしときましょう。はい、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 当たりに助けて、当たり、ありがとう。まあ、こんな感じでね、今わざとぶつかりますけどね、マーシャルしてほしいだったのでわざとぶつかりますね。まあ、楽しく走れます、皆さんでね、まあ最近ね、コロナもワクチン接種進んでね、そろそろ皆さんが遊べる時期になってきたと思いますのでね、まあ、もちろんね、皆さん感染には気をつけてね、遊んでいただければなと思います。はい、何分ぐらい喋ったかな、6分ぐらい、もうちょっと喋るかな。だからね、10分ぐらいで、ね、動画撮れたんでね。はい、はい、楽しくね、もうね、逆の立場だといいってなっちゃう感じなんですけどね。まあまあ、私、地元民ですのでね、慣れてるということでね。はい、ちょっと待っておきましょうかね、ここでね。はい、あー、すいません。ちょっと押し出してましたね。はい、こんな感じでね、はい、いつも見ていただいている方はね、これ、腕の差というよりは、こっちの、他のところですね。こっちの周りだとね、車の性能差が出るんでね。もうあと1分ぐらいは、あそこで近くで皆さんの車を撮ってください。
はい、こんな感じでね、皆さん楽しく走れました。まあ初日でね、来ていただいて初日で皆さん慣れてなかったのでね、こんな感じですけど、慣れたらもっといつもの実力が出てね、早く走るんじゃないかと思います。慣れたらまたね、私も 4WD のマシンだしね、一緒に走ってもらおうと思いますのでね次回またお楽しみということで、今回ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、概要欄のシルバークス公式ツイッターに飛べるようにリンク貼っておきますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではさよなら。